こから動かないでよ。何やってんだか。やっと会った。死ぬならマスク傷つけないで死んだよね。やった。壊れてない。それじゃ戻ろっと。今ので最後。やってらんない。これあげる。貸して。もっと急がなきゃ。これ以上は危険。二人とも死んだら姉さんはどうするの。よし、
大丈夫。下に行く道はあった？ううん。アビ、ねえ、あれは？うん。あれって消火ホース？レブ、下ろしてくれる？分かった。それじゃあ降りるよ。気をつけて。大丈夫、余裕でしょ。ついてきて。穏やかな流れを。やば。死んだけど。気が合うね。どんだけ降りれば着くわけ？わかんない。大きい建物だし。
まだ音聞こえる？うん。どう？聞こえない。よし。じゃあ進もう。ねえ、大丈夫？マジでムカつく。とにかく降りて、もうすぐ通すよ。
フェドラね、ほんと。拷問するって噂聞いた。その話はやめて。だけど。ねえ、アビーは拷問したことあるの？レブ、余計なこと考えないで。勘弁してよ。なんであんなにいるの？いいから出口探して。Thank you.
なさそうだけど。噛まれてる。本当。すごい格好だね。よくやったよ。行こう。このビルクソだね。同感。マスク取っていいよ。ありがとう。そこに昇降機あるでしょ。うん。あそこから行くつもりだったんだ。感染者もいない。ナイス。ここで会ったことみんなには内緒にしとこう。ヤーラが心配するし。お姉ちゃん思い。ねえ、聞いてもいい？何？頭剃ったの後悔してる？後悔はしちゃいけない。レブ、一人で逃げればいい。そうしたらヤーラも進んだし。今頃家で母さんの世話してたはず。お母さん具合が悪いの？親の世話は義務だから。ここからどう行く？どうして？あんた殺されたいの？私ならバックギャモンの文句言われるだけ。バックギャモン？
とりあえずあそこ行って取るもの取って戻ってくる。あんたは動かないで。うん。